あの車。こんにちは、マリオです。リーチです。リーチです。さあ、俺たちはね、一刻も早く風車の方向へ向かってます。はい、向かっております。しかしここは真っ暗な場所だね。怖いんじゃないの？大丈夫だ、ルイジ。怖い、ビーチ怖いわ。とにかく俺たち3人で何とかすれば、そんなに怖い場所も怖くないさ。さあ、頑張るぞ。しかし、どうやって行くんだろうな。なんかいろいろまたギミックをクリアしていくのかな。これは一体なんだ。マンマはバレンデ大地のラビッツたちに技術の正しい使い方を教えることにしました。マンマさんすごいですね。さすがメカニック。ラビッツたちには目から鱗だったでしょう。自分たちが作り出したメカから逃げ回らずに生活できるなんて考えたこともなかったんだから。なるほど。とにかくこのマンマさんのね、力が必要なんだ。マンマさんに言われた通り、風車の方に行って何とかしないと。おお、やっぱりここ何か謎解きだね。大好きな謎解きですね。嫌いじゃありませんけど、はい、急いでる時は早くしたいって感じ。どうやって上に行くの？おお、上に階段じゃない、橋。登れません。登る場所が必要ですね。このはしごみたいなやつ。いや、ここは登れなかったぞ。へー、こっちにはこのスキャンパーで何とかして探していかないとね。俺たちのよく見るブロックがあるね。懐かしいね、あれ。大好きなブロック。あれを叩くとコインが出たりアイテムが出たりいろいろあるんだけど、今回はあのブロックは叩けそうにないね。そうだね、もうなんか崩れ落ちて倒れてしまってるよ。これか、ここから登って、うん、あれに行けるな。あ、なるほど、ここ渡るんですね。あれをこの箱みたいなのを落とせばいいんだな。これ落とせる？落として、さっき下にあるなんかスイッチのところに置けば。あ、なるほど。きっと何かが作動します。で、またはしごで降りるんですね。ここをはしごで降りて、で、その箱をこっちに、青い線通りにしか動かないんですね。さあ、重たいけど、なんとかこっちに持っていって、はい、そしたら、おお、土管か。この土管の向こうに、ね、入りたくなりますよね。きっと何か必要なものがあるんでしょう。隠れてるのか。どこに、こっちに普通に行ける？おお、結構普通に進める感じ。これは何だ、スイッチか。いや、関係なさそうだな。壊れてるのかな。まあ、これはマンマさんが作った何かなんでしょうけど。あ、さあ、こっちの方に進んでいきましょう。これは回転したらコインが出るやつだな。 OK。 さあ、今度はこれまたマンマさんだな。マンマは生まれついての旅好きで、一つの場所にとどまらないタイプでしたが、バレンデ大地を気に入って住むことに決めました。貯金を崩してまで。マンマはそれまでの貯金をすべて使ってガレージとジャーキー小屋を作りました。ラビッツたちも手伝ってくれたんですって。すごいですね。素晴らしいね、マンマさんって。なんだか尊敬しますね。この人の力があればダークメステンタクルを倒すことができるよ。さあ、行こう。お、またマンマさん。マンマは苦労しながらもラビッツたちに機械の操作、ロボットの扱い方、そしてジャーキーの作り方を教えたのです。すごいですね、子育てですね。勉強だよこれ、本当勉強。ラビッツたちはそんな彼女を尊敬してマンマと呼ぶようになったんです。なるほど。もうママだよ ね、 ね、確かに。素晴らしい人ですね。ここを切り抜けていきましょう。コンテナの隙間が見える？もう一個コンテナがあればぴったりはまるかも。おお、ここは下に行けば進めるようになるのかな。とにかくマンマさんのイラストがいっぱいあるんですけど、もう一回マンマさん。そうしてマンマのバレンデ大地での新生活が始まりましたが、ここで問題に直面しました。復興には電力が必要不可欠だったのです。まさに今やろうとしていることだな。ラビッツたちに残された方法は一つだけ、暴れ回る凶悪なメカからバッテリーを抜いて新しい発電機を作ることでした。あれからバッテリーを抜くっていうのが危険すぎるね。そうですね。まあでもそれもね、やるしかないんだよ。バックアップ教授、もう今はバックアップ教授気にしてられないな。あんなところにいたんですね、びっくりしました。いや、いろんなところにね、現れますね。さあ、ここは、はい、ここの謎を解けばいいのか。これ一体なんだ、知らない装置か。こちらコードネームビッグマンマ。応答せよ、うっかりビーポ、どうぞ。ビーポ、マンマさんから通信が来てるぞ。え、今のどこから。ビーポはびっくりしてる。いや、さすがメカニック、いろんなものを仕掛けられてるな。ですね。
でもどっから聞こえたんだろうね。よくお聞き。風車に行くにはあのクレーンを橋みたいに使って渡らなきゃいけないのさ。あんなところ、ここ怖いよ。どうすればいいんだ。そのためにはクレーン制御パネルに電気を通さなきゃならないわけなんだけど。電気を通せばいいだけだからね。そこのプラットフォームに変圧器があるでしょ。難しいことはないよ。とにかくそこに電気通せばいいだけだからね。わかりました、ママさん。とにかくここに電気を通そう。回路をつなげれば OK ってわけさ。そのあたりに転がってるパーツを使ってさ、回路をつなげれば OK ってわけさ。じゃあ検討を祈るよ。通信終了。了解です。やることはわかりましたけど、僕のコードネーム変えてくれないかな。確かにうっかりビーポだったな。なんででしょうね。うん、まあそれは帰ってから頼んでみよう。よし、とにかくこれだね。これまっすぐをじゃあ拾えるんですね。置いて、わー、オッケー、つながった。あー、なるほどなるほど。じゃあさっきね、そしてこれが全部通んないとダメなんだよね。まあね、パーツ他にもありますよね。パーツがね、じゃあ次はこれかな。はい、なんか土管みたいなパーツ、これか、そういうことね。これで回すのか。はいはいはい、了解。これだったら楽勝だな。つながりましたね。最後この L 字を使えば、はい、なるほど。その最後はね、 L 字ってかルイージでしょ、それ。いや違う、 L 字だ。ルイージじゃない。本当だわ、本当だわ。なんだよ兄さん、それぐらいいいじゃないか。ルイージだってなんか活躍したいんだよ。いや活躍するってわけじゃないだろ。これで回路がつながった。 OK、 電気通ったぞ。これで準備 OK です、マンマさん。おお、いけそうな感じ。クレーンに電気が通りましたね。誰も感電しなかったし、今までで一番うまくいったんじゃないでしょうか。そうだな、ビーポ。よし、先に行こう。回す。あ、これ自体が回るの。わわ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 、すごいすごい、カメックがいるね。あ、コンテナつながった。で、つながって、それであっちのコンテナの方に行けるようになったってわけかな。とにかく行ってみましょう。こっちだね、さっきあのラビッツが言ってた真ん中のコンテナがあれば行けるって言ってた場所が通れるようになりました、はい、あ、やった、通れますね。ヨービスター、助けて。どうしたの。ひどいんだ、どこもかしくもヨービスだらけで、まともに外歩けないよって。仲間に言ったら笑われたんだよ。いや怖いですよね。ねえ、ヨービスさん絶対倒してよ。このままじゃいろいろ困るんだ。よし、それはね、まあ見つけ次第倒していきたいところですけど、さあこっちに渡れるようになったらあれがヨービスだな、きっと。しかし今俺たちはね、急いでるんだ。ダークメステンタクルをなんとかしたい。ああ、ヨービス気づいたか。ああ、ヒーってさっき言ってたのこれ。しかし俺たちだってダッシュができる。マリオダッシュ。あ、ここまたあれか、電気回路つなぐやつか。 OK、 ヨービスから逃げることができました。そんな簡単に。結構いけましたね。さあこれは、ね、またパーツありますよ。パーツはどこにある。ああ、さっきね、見えたんですよ。あ、上にあるのかな。違います。ね、さっき映ったんですよ、パーツは。映った、どっちですかね、はい、あった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 。なるほど。じゃあまずまっすぐパーツを、あ、こっちっぽい ね、 ですね。じゃあここはまっすぐパーツで、回してこれで OK。 さっき L 字があったと思うので、でもう一つだけパーツがこれだね。はい、あと、またルイジもう活躍しまくりじゃないか。はい、これ別にルイジじゃないから。L の形をした配管みたいな感じだよ。P 字の P もあったらいいな。 P だったらなんか戻りそうだね、ピーって。OK、 なんか橋ができた。これで先に進める。あ、ちょっと。あ、回しすぎた、回しすぎた。これはい、これで OK。 はい、さあこれで、で、またあの橋を登って渡ることが。おっと、まんま、まんまさんだらけだな。一体なんだこれ。まんまはラビッツたちに常識を教えましたが、こんな時だけは非常識で大胆でめちゃくちゃなやり方が頼りになるってものですね。なるほどね、めちゃくちゃね、クッパみたいだな。ラビッツたちは使えるもの全部を使って超強力なロボメカマンマを作ったんです。あれがメカマンマ、強そうだね。強そうですね、すごい、目からビームが出てるね。え、こっちは素敵。メカマンマと凶暴なメカの戦いの末、
マンマたちは無事バッテリーを取り出して電力を使えるようになりました。よかったですね。マンマとナビッツたちのバレンデ大地復興はこうして始まったのでした。なるほどね。でも今はこんな状態と、まあ、これはダークメステンタクルのせいだしね。とにかくそれは俺たちが手助けをして何とかしましょう。よっ。さあこれはよっ、ここのそこに入れるんですか。入れるやつだね。はい、わお、これでどっか行けるんだな。また何に繋がったんだ。おお、あっちと繋がってるだけか。そしてまたここに回路がいると。あー、でパーツを探すんですか。これはね、あの L 字が必要なんですよ。これ外すんですね。外すんですか。そしたらあの柱がなくなるけど、ここに土管があるんで、はい、ちゃんとこっちに行けると、これでここにはめれば電気回路が通るわけですね。あ、やった。じゃあさっきのやつと思ったけど、もう一個あるじゃないか。さっきのやつまた外すんですか。こっちの電気回路も通さないと。これを外してここの下にあるこれに入れるんだ。そしたらほら、繋がった。オッケー。あー、繋がりましたね。うわー、結構ややこしいな。あそこバックアップ教授いるんですけど。バックアップ教授は行きたくないな。今急いでるんで。チミたちだろ、また。挨拶ぐらいは。チミたち言ってる場合じゃないんですよ。ご挨拶しないの？こっちはね、もう急いでる。あなたの謎に付き合ってられない。はい。これでいけるようになったの。あ、やったー。オッケーオッケー。チミたち、こっちに来る。お、こっちに来る。よし、行こう。さっき誰かいたっけ。いや、気のせいだよ、兄さん。悪いけど、実は橋の長さが向こうまで届かないんだ。クレーンが役に立つかも。さっきのクレーンですか。あ、さっきのクレーンか。なるほど。どっかでじゃあ回す場所があるんだな。この上に行けば、きっと回す場所が、あ、回す場所がっていうか戻ってきたんだよ。なるほど、さっきの場所ですね。これでクレーンをもう一度回します。はい、おお、行けるようになりました。複雑な場所ですね、ここ。そうですね、複雑ですね。パズルをクリアしながら進んでいく感じ、まさにギミック祭りですね。さあ行きましょう。これで行けるようになりました。おっと、これか。邪魔してるね。これは確実に倒していかないと進めそうにないやつだな。さあまずはマンマさん。バレンデ大地を復興させようとするマンマたちの前に恐るべき障害が立ちはだかります。クルサとダークメスです。今の状況だね。他の惑星も危険にさらされていると知ってマンマは何かできないものかと悩みました。はい、今がそういう状況ってわけじゃないか。そしてこれがかなり邪魔しているやつだね。ここにはカメックがいっぱいいるみたいだよ。よし、これを倒して急いでいきましょう。はい、カメックバトル祭りだよ。カメック祭り。カメック大騒ぎ。はい、カメック。さあカメックはね、特にまともには戦ってないので、どういう攻撃をしてくるか分かりません。お、ドデカフラグ。カメックの力は厄介なんだ。スーパーエフェクトは全部効かないし、近くにいる敵をすっごく強くするんだよ。なんだって、恐ろしいな。近くにいる味方はまとめて攻撃されちゃうから固まらないように気をつけて。バラバラで戦いってことか。へえ、そうなの。でも協力してこそだよね、俺たち。できるかしら。いやー、どうだろうね。勝ったら僕仲間になるから頑張ってね。えいえい、おーおー、へへ、そんな軽い状況じゃないんですけど。とりあえずこのターン全部生き残れという戦いらしいんで、敵をいっぱい倒すわけじゃないみたいですね。まあでも近くにいる敵は倒していきたいんで、よし、じゃあこの上から行こうか。この上に敵が何匹かいますね。じゃあピーチ姫と連携して。固まったらダメなんですか。倒してしまえば OK です。あ、なるほど。チームチャップ。さあまずカメックをなんとかしたいね。じゃあ危険なんで3回踏んどく。だいたい1回でやられるんですけどね、カメック。終わらしといて。
そしてここのタルトカミックに攻撃。オッケー、返しました。オッケーオッケーオッケー。こんなにうまいこといくんですか。とりあえずここはオッケーですね。よし、じゃあ次の場所に行きましょう。なんか残り6体残ってるんですね。いや、これはね、完成です、はい、完成。6ターン生き残れば俺たちの勝ち。倒す敵の数は関係ないみたいですね。なるほど、はい、ということでカメックがこの上に近くにいるんで、よし、じゃあ僕がね、パワーアップのパワーステラでみんなをパワーアップ。ルイジが行くしかないね。オッケー、じゃあ僕が近くに行って届か、オッケー、届いたよ。届いた。オッケー。そしてピーチ姫も近くにジャンプして、はい、そしたらスライディングができるようになります。はい、はい、オッケー。もう一発すごいね。ピーチ姫のラビソルキャノンパワーアップさせておきましたんで、はい、お願いします。おお、大爆発。めっちゃくちゃ強いじゃん。イエイ。オッケーオッケー。あの敵だけなんとか倒しておけば。あ、カメックもいるのか。ひっそりといますね。ひっそりいましたね。カメックが危険だって言ってるからね。そうですよね。カメックが、カメックを倒しましょう。ロングシューターで一撃カメックオッケー、ナイス。今なんか手上げてます。強いね、ルイジ。オッケーオッケー。さあこれで一回ターンエンド。さあどうなる。この敵はルイジ食らいました。大丈夫かルイジ。ルイジが食らうのは想定じゃなかったな。オッケー、まあとりあえず一発だけだな。確実にロングセター。オッケー、電気ビリビリ爆発好き。おー、すごい。ナイス、オッケー。ビリビリになりましたね。さあ続きまして、はい、あそこに一人だけ隠れてる敵がいるんだけど、ツインザッパー。ツインザッパーはどうだ。届け、ツインザッパー。オッケー。しかし倒せない。ヒーロースサイト。あの敵が動けば攻撃が当たるはず。これでじゃあターンエンド。さあどうなる。動け。動いた。うわ、こっちが先に攻撃されちゃった。攻撃するつもりだったんですけど。見て、この3体出てくるっていうマークがついてる。え、こんなの前なかったよ。あれ、優しくなってる。じゃとりあえずマリオがここを倒しますね。オッケー、ツインザッパーが当たった。くらえ。オッケー、やった。よし、これでチームプロテクトお願いします。これでね、とりあえず出てきた敵からの攻撃は全部防げるはず。ただ見てるだけじゃないからね。頼んだぞルイジ、アイアンビジョン。これね、出てきたときにパンパン打ってる。パンパン。じゃあターンエンド。さあ出てこい、来たぞルイジ。任せて、くらえ。だ、こっちから来るんだ。近い近い近い、こっち。怖い怖い。そういう生き方があるのか。まいったな、この野郎。ダメだ、倒しきれないや。来るぞカメックが。おっと、ピーチ姫が今食らってた。でも大丈夫、バリア上がるから。お、来た、カメックだ。さあどうする？なんか自分をパワーアップしたぞ。大丈夫、ガードがあるから。オッケー。おっと、あっちか今度は。うん。いやー、思ったよりうまくいかなかったな。とりあえずじゃあスライディング。バラバラがいいって言うからバラバラになったけど、いまいちバラバラ良くないんですけど。攻撃やっぱできないんだな。難しいですよね。くっついた方が良くないから。とりあえずじゃあスライディング。攻撃ができない。攻撃を封じられてる。春風ウェーブです。これは使えるんだよ。オッケー、春風ウェーブ当たり。さあこれで倒しました。やった、ナイスです。さあこのカメックだよね。兄さん、こっちに来てよ。さあ行くぞ、ルイジとチームジャンプ。ギリギリ届いた。スタンプスタンプスタンプ。なんか低かったね、めっちゃ低かった。すごい、焦ってめちゃくちゃ焦りましたよ、本当に。オッケー、カメック倒しました。そうだ、すごいね、ストンプ。兄さん、すごいストンプ。せわしないストンプだったね。こういう時もあるんですね。さあ次ね、あの上から今度出てくるっていうのがもう分かってるんで、チームジャンプで。よし、ここに固まっておこう。さあこれでターンエンド。さあできますよ、これと。あと一人だよね、カメックが出てきた。厄介カメ。おお、そういう移動。うわー、またパープした自分を。おお来てきた。うわー、ちょっと待って、すごい攻撃力。今度こっち、厄介だね。強いね、壁が全部壊されちゃったよ。さあなんとかカメックを倒そう。カメックが本当危険すぎる。せわしないストンプで倒していく。さあ行くぞ、
ストップストップストップちょっとむちゃくちゃなんだけど本当にシャミックが倒せたオッケー。さあ問題はあっちからまた出てくるんですよね。ジャンプ板で近づいてください。スライディングスライディング毒雑召喚、攻撃してくれるかな。攻撃、ああ倒せない。倒しますか、アビソルキャノンで。出てくる敵をできる限り倒してくれれば。さあどうだ、アイアンビジョン、マリオもヒーロー最強。さあターンエンド、どうなる、どう来る、まだ爆、いやまだまだ、オッケー倒した。さああと2人出てくる、これはね倒しきれない。2だ、オッケー、ダメだった、任せろ、オッケー、兄弟ならなんとかなる。でカメックか、これだけはどうしようもない。攻撃してくるか、ガーガハハ、やばい、マリオが大ダメージ。大丈夫、生きてればなんとかなる。危なかった、あのカメック強っ。よしルイチ、あのカメックをなんとかしよう。そうだね、あれだけはなんとかしようがないと思う。本当は危険すぎるね本当。いやカメックにこんなに苦戦するとは思わなかったよ。ストンプマスリだ、オッケー、そして倒しておこう、これでオッケー。いやー強かった、ターンエンド、オッケー、バトルクリア、やったね兄さん。いや最後ちょっと結構ギリギリだったよ、危なかったね。でもとりあえずカメックなんとかなりました。よしこれでこの先に進めそうですけど、さあ、ね、あとはどうやっていけばいいんだあとはどうやっていけばいいんだ。クレーンの中心のはしごを下ろそう。よし、いよいよダークメステンタクルに近づいてきたってわけかな、はい、もう少しです、頑張りましょう。ということで今回は以上になります、はい、この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく、よろしくお願いします。アナケナファミリー他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください、見てください。それじゃあ次回の動画でまた、バイバイ、バイバイ。